それから、あるいは、お公恩公衆自己の義務において偏パあり商人の訪問に傷つけたもう候なな、なおなおこの訪問は死で死を正して仏になり候、死で死何も違い相互い候らえば同じ法華を保ちまいらせ候らえども無権地獄に落ち候なり、まさに死で死を互えてるから日光商人仰せですね。もう検証会員は間違いなく無権地獄に落ちる。浅井翔平を筆頭に、案のもとく商人の恩の血も末の弟子どもが彼は商人の時期の恩弟子身弟子と申すやから多く候、これらの人を方々にて候なり、法華公衆恩公衆等この旨よくよく存じすらるべしと。